はいこんにちは大竹誠です今日は7月の30日火曜日今日のパートナーははいこんにちは小島慶子ですえー、私の横には はい、文化放送アナウンサー鈴木純子です。さらにカヤレギュラーフリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願, <laughs> お願佐哲さん、それの<え>バンド T シャツなの今日の。これシンスですよ。シンスってバンド名なの？違います。これは三浦淳さんの。うん、三浦淳さんが一時期シンスを追いかけ続けて。シンスいつからってやつですね、えー。町の中にあるシンスを追い続けたっていうのの。うんうんうん 三浦純フェスで買った T シャツですね。なんと一見おしゃれです。ね一見おしゃれなんですよ。一見おしゃれっていうとね、ちょっとお部屋が空いてますけど。なんと、三浦さんグッズ欲しいな。昨日、でも、慶太郎君は、あれですよね。森永さんの。こう、なんだっけ。T シャツ。T シャツ。ガん。がん、闘病、闘病。あん、闘病き。着てらっしゃいました。昨日着てた、森永さんが、げ、まゲストだったからね。あ。 パリで来てたの。そうそうそう。さん、あう。はい。えーと、今日の須山くんは何してんのかな。なんか今さ、画面から消えました。ね、こスタジオの中にテレビモニターがあって、そこにホテルの一角が部屋の一角が映ってるけど無人よ。はい。放送始まってから消えたっていう珍しい方ですね。さっきまでいたんですけど、あ戻ってきた戻ってきたしかも割とゆっくり戻ってきたよなんか。 スナイマスナくんリラックスしてますねボンジュボンジュおはようございますすごい余裕ですねあのガン闘病日記の話したいちょっとこのガン闘病日記の記者とちょっと取りに行ってあありがとうございます振りに答えようとしたらちょっとすみません聞き逃してしまいましたモリナガさんのねガン闘病森永さんのこれはあの普通になんか朝食で来てましたけど誰もそんなにこう違和感持たれずそれはだって。 そんなに日本語わかんないだろうしな <laughs> そうですね、うん、周りアメリカ人ばっかりでしたなんかね、はいはい、ひらがなとか漢字とかおシャレ的に捉えられてたりするか,、うん、かもしれないです、ね、意外とイケてる T シャツなんじゃないですかうです、ねうん、どうしの髪の毛結構ボサボサだよ

はい、なんか慶応病院か何かの病室にしか見えないよね <laughs> <laughs> 確かにまあ確かに入院とそんなに変わらないかもしれないですね <laughs> 寝起きでね <laughs> ベッド付近でね、うんうん、後ろに枕がね映ってるけどどんな、うん、そこそこちゃんと快適な居住性のあるお部屋なんですかそうですねあの部屋は8畳ぐらいあってあでベッドのサイズはあのキングサイズぐらい大きいのでじゃあいいじゃないですか、うん ベッドはもう何の申し分もない感じなんですけどちょっと壁が薄いなっていうのとシャワーの出が悪いなっていうのとあとは窓がすごい隙間だらけなんで外の歩いてる人の喋り声が聞こえるっていうそういうマイナスはありますけどあとはもうすごい快適です。何階階階ななののですはい 誤解なんですけど、ちょっと夜あの酔っ払ってなんかすごい声大きい人がいたりして、すごい声聞こえますけど、まあ快適です。治安もそんな悪くないかなと思う場所ですね。いいな、パリ行ったことないから。でもあの全体的な治安の悪さみたいなのはどうなの？部屋じゃなくて。ただやっぱね警察官がすごい至る所にいるので、まあたまに電車に一緒に乗り込んだりもするんですけど、その関係で当初言われてたような治安の悪さというかあの例えばスリが多いとか。 そういうのは今のところこう感じないですね。そうですか。ただ昼間はちょっと明るいというか、あの安全なんですけど、選手村ではこうちょっとこう選手村で盗難が起こってるって知ってる？あ知らないですね。あ知らない。ご存知ない。そうじゃしょうがないね。ああ新しい。あそういうとこは盗まれちゃったので。あなんか出てましたね。あだあそこにあっちにと全然わかんないんだねそういうことね。ジーコも盗難にあ、ジーコも盗難にあったって言われてるけど、知ってる？ ジーコであのサッカーのジーコですかそうなんですかあ、そうなんですか知らない知らないですねあ、そう。カバン、カバンはどうやら盗難被害にあったらしくて、その被害額は凄まじいっていう。じゃあ実際知らないんですね。うん。狙い済ましてるんですね、じゃあね。えっと、そろそろね、一回も現場に行ったって話聞いてないんだけど、 い <laughs> いやいやそんなことはないですよどきもしましたよ、ちゃんと。日でもスケボスケボーだろ昨日スケボーはね、僕、かなく僕はあの体操に行って、体操フェンシングと体操、はい、体操男子団体ですね、体操はもうずっとあのロンドンからずっと追いかけてるっていう感じなんですけど、いや、もう絶対金メダルはないなと思って。うんうん 途中、まあ、橋本選手が5月に怪我してやっぱその影響か全然こう制裁を予選で欠いててで昨日もあンバで落下してアンバで落ちるとまあ1点ぐらい減点になるんですけどそのアンバが終わって次の種目終わった時点か、うん、でもあの日本が5位っていう 2>,、はい、まあ2位は大丈夫だと思いましたけど、うん、もう中国には届かないだろうなと思って、はい、で最終種目も3点差以上あって、はい、体操で、まあ 1>, 1点だと落下で追いつくっていうのはあるんですけどもう3点差ってもう絶望的な数字なんですけど、うん、まさかのこう中国の選手が2回鉄棒から落下してっていう、うんうん、そこででで大逆転が起きたんですよね、はいまあ、でも本当チームになんか不思議となんか諦める空気はなかったというかもうみんなでとにかく声出していこうと何かが起こるって,言ってこうプレッシャーをかけ続けて本当になんかこう諦める空気は誰も持ってなかったっていうふうに、まあ。 監督も言ってましたし、選手たち本人も言ってましたね。実際に見てて、どうだったんですかいや、もう本当になんですかね、すごい日本の諦めない空気って、本当に声が会場に、選手たちの声も聞こえてましたし、諦めない空気も感じてましたけど、やっぱり落ちたこう中国選手ですね、鉄棒2回失敗した選手が、直前であのメンバー変更で入った選手なんですけど。 やっぱり、なんか、会場の空気もなんかこう、鉄棒の日本の杉野選手っていうのは大技を決めて、はい、すごいこう、日本のホームみたいな空気になって、中国の選手にはすごいプレッシャーがあっただろうなと思いますね、そういう中で起きた逆転かなと思いますね、うんうんうん、あそうすごかったね。はい <laughs> なんかあの、大竹さん、あの、競技を説明するよりも、ああいう馬の糞が落ちてるとか、そういうのを望んでる感じありますよね。小山さんからのレポートとして。いやいやちゃんとしたレポートをね、ね <laughs>、し、したいんだよね。いやいや、まあ、あの、望まれた通りに行きたいなと思うんですけど。<laughs> いやいや <laughs> 望まれた通りに行きたいですけどね。はい、ですけど、まあ。ンンちょっと馬の糞みたいな情報、うん。フェンシングの会場には行ったの?。 フフェェンンンンシシググのの会会場場行きましたすすごいでねどんなに ?1900 年のパリ万博の時に作られたグランパレっていう施設ですね当時の国際展示場みたいな形で今は美術館として使われてるんですけど天井は全部ガラスなんですよ。でその高い本当30メートルぐらいあるガラスの天井の下にフェンシングの会場が作られてて。 本当に何か先ほどスタッフに写真も送りましたけど、本当に何か美術館の中で、とも素敵な,素敵なねガラスのドーム状になってる、はい、<ー>美しい建物だわ。これだって本当はガラスなんですけど、うんうん、あの当然太陽光は直接入ってくると競技に影響があるっていうことで、はいはい、今白い布を覆ってるんですけど、本だ、覆われてるんだ。この白い布がちょっとかかってたりすると選手はやりやすかったりするんだ。 そうですね直射日光なのでましくはないっていう形になりますね。よく見えないけど天井に張り巡らされてるのこれは。はい白い布が。ガラスの部分白い布が覆うんだけどそれがちょっとアートのようにも見えなくもないという感じですね。この布はどこ製でどう貼ったか厳しい人だなこれは。 ちょっとはいちょっとあの調べときましょうあとがいいかな俺が教えてあげようか調べたほで教えてもらっていいですかうんこれ日本製なんだよへえあそうなんですかはいあの太陽工業だけねっ日本の技術がそこに生かされてるわけよあっじゃあ日光こうですしをあっええとこああ 知らなかった？あ知らなかった。あそう勉強はい。あ知らなかったんだ。あ日本のメーカーが作ってるんです。スマホで検索してるからスタジオと同じことやってますよね。確かめてんです。確かめていつものいつもの携帯でそれね。えそうなんだ。日本選手金取ったよね。日本選手そうですね。昨日あの体操とあのスケボーの堀米選手ですね。 フェンシング、フェンシング取ったでしょフェンシング。取れました、取れました、男性で。あの、個人で取ったのは、すごい歴史的。な一昨日ですね、あの、加納選手ですね。昨日じゃなかった。一昨日。昨日じゃないですね、昨日は飯村選手が、あの、再決定戦で負けて、残念ながら。はい。取れなかったんですけど、まあ、ちょっと、じ、時差がちょっとあるんでね、昨日なら。 感覚がちょっとずれてますよね昨日の金メダルは男子のスケボーの堀米さんと、はい、堀米さんと体操の男子団体とあと銅メダルが柔道の2選手とあと馬術ですね92年ぶりあ知ってるよ <laughs> 知ってますか初のジャパン知ってますかあのてるよあの92年ぶりにねリリああ障害の方だよね この後すごい正直に言っていいですか、この後私、この馬術の堀米選手と、堀米はスケボーだよの堀米選手と、馬術の4選手のインタビューを私が昼に、こっち時間の昼にちょっと担当することになって、特に馬術は特艦工事ですね。 勉強しななくちゃいけないけね一応2020年の時に勉強したことあるんで、<ー>なんとなくは分かるんですけど、いろいろあるのよね、こうあの飛び越える障害のなんか、ね、<ー>種類とかあるん、ね、ね、あれ今、日本のメディアだと馬術の,そのグループが初老ジャパンというふうに言われてて、うん、あれはどこから出てきた言葉なんですかね。うん、あれは一応、本人たちがそう言ってなんかこう励まし合ってるみたいな。あ俺たちは初老ジャパンだと そうですね<ー>やっぱり例えばあのスケボーの子が14歳とか15歳とか、うん、やっぱり全体的にチームとして二十歳前後が多い中で、うん、馬術だけ48歳41歳39歳38歳なんで、うん、あまあちょっと自分たちは皮肉めいて初老ジャパンってう励まし合ってほどあれでもどか他の国で60代の選手もいましたよね、うん、だからか、ね、馬術ってね結構その成熟した年齢まで。 第一戦ででできる競技だってねね、うん、そうです、ねうん、人馬一体で選ばれる<ー>、ね、う馬は日本からの乗せてたのいや馬はですね多分あの馬術の選手もヨーロッパに拠点を置いてることが多いんで多分おそらくドイツから運んでっていうドイツ、うんはい、結構検疫とかもなかなか激しいみたいで入国の仕方もやっぱり馬は特別みたいですね、うんうん、乗らせてもらった、はい ちょっと頑張りたいですよね乗ってみたいですよどんどんこんな馬かっていうのはでもやっぱりポケットに人参は入れていった方がいいんじゃないんですかインタビューの際にねそうですねちょっと急遽手に入れた方がいいですねやっぱり人参からの好物は人参じゃないの馬だからインタビューに馬は来ないあ馬来ないのか馬来ないのか機種は人参は好きじゃないのでもあれだよちょっと ポケットの中の人参はまあちょっとちょいチラ見で見せた方がいいよ。心遣いはね、そのおまえの。そしたらもうこの人うま好きなんだ。ね分かってるってね。山さんだって初老ジャパンの一員ですもんね。年齢いやもうだいぶ初老ジャパンですよもう。間違いなく初老ジャパンです。途中でインタビュー途中で自分で出してかじりゃいいじゃんそれじゃ。そうだね。借りてて。なんならインタビューの時のマイクが人参っていうね。あなるほど。そうですね。 あのうちだけのオンエアならそれできますけどうちだけのオンエアならできますけどラジオ全体に流れるインタビューちょっと考えていいですか考えてもいいけどちょっとなんかそういう冒険ってやっぱり大なるほどなるほどね参んじんはスーパーのホテルの近くすぐありますてにんじんは間違いなく手に入るそれは間違いないんですけど。 そうだよやんないまでもあちこちのポケットから人参がたくさん飛び出てたペンと間違えてて取り出しみるとかあれ今日うまくないんですかっていうふうに驚けば耳に挟まってる競馬のおじさん見て耳に赤いミスが人参挟まってるあと東京と電話要な。あのちょっと東京と電話でって人参出して「もしもし!」古典的なゲームですね。かった ねぜひやってほしいですねもう砂山さんが本当に昼のインタビューに集中したい顔してますけどこれを早く終えていやなかなかですね今日あの気温がですね今日あの気温20度今で1度よりかはちょっと高いですね最高気温34度ぐらいっていう今日一番私来てから8日目ですけど暑くなりそうですね知ってるよでもそれは だって選手村に移動式のエアコンを何千台も、ね、入れることになった,んでう、ね、入れたそうですね、はいはい、確かに、ね、でも夜は涼しいんで夜に関してはエアコンはいらないかなと思うんですけど、うんね、長く今我々も、われわれも使ってるバスで選手たちもこれ、使ってるみたいなんですけど冷房が効かないバスがあって。えー <noise> うん、それに当たってしまうと、うん、なかなか移動中、昼の移動中は結構しんどいですね、まあ、でも、そんな、今のに東京ほどじゃないから、まあ、東京ほどじゃないですね、でってくるんです、東京、この3日間、ね、とんでもないんだよ、もう。そうですね、37度とかですよね。うん

みんな議論が大好きだってうわけでね市バスとか乗ってても全員知らない人同士だけど乗り合わせるとまあ犬連れて乗ってきた人がいるとその犬を連れてバスに乗ることのありかなしかで居合わせた乗客ですごい議論して議論の途中でみんな普通に降りていくみたいなねあなたそういうところなのよフランスってそういうところで生き残るの大変よって言った私の友人の言葉を覚えてるんですが。 そういう目には合いましたかなんかこう昨日あの猫連れて乗ってきた人がいましたけど特に何の議論も起きてなかったあじゃあ猫派だったね全員乗ってたのがなあそういうことですねはい何ねバスに地下鉄にあの飼い入れてですけどはい猫なるほど入れてたりまあ犬を直接連れている方も昨日いましたけど特に そこも議論は起きてなかった。ま片っ端派だった議論してる人とかさ、なんかやったらこうあの議論好きだわーみたいな場面で遭遇してない？なんかね今度体,体験してないみたいなろんなこと。うん、おまりさん <laughs> おまりさん怖くて。あ町の人との接触はないの？つなみさんつなみさん。おな,な,な,ないことはない。なんか道はすごい教えてもらいますし。あそう。すごいわからないことはなんか聞いたら教えて。なんかすごい親切な人が多いな。なんかサバサバしたなんか、うん。 冷たたいようなイメージもありましけど何語で聞くのえっといや向こうから話しかけてくれちょうど道迷ってたら「どうしたの?」みたいな感じで話しかけてくれて「んか入り口を探してるんだ」みたいなやつは「3だ」っつっても一般の人なんで知ってるわけもないんですけど「メイビーあっちだ」みたいな感じで本当に「あこういうこと本当にあるんだ」っていうじゃお互いにこうね英語を使いながらはい。 ジェスチャーもでも本当親切なんで悪い気はしないです嘘ででも悪いい気はしなすねパリは国際都市でいろんな人がいるの慣れてるもんなすごい壁の薄いホテルで毎朝結構大きな声で喋ってて大丈夫なんですか隣の。隣もラジオの仲間で今隣からすごい目覚ましの音が聞こえてるんであっちは違います 彼が起きようとしてるけど、今起きれないってことはこの声で起きるかもしれないなっ思いながら、そんな薄い。今喋ってます。そんな薄いんだ。あんと、美味しいワインはたくさん飲んだ。いや、ワインまだ一杯も飲んでないですよ。フランスワインだろ。そうです。昨日あの競技終わり、競技場近くのカフェみたいなところで、あのビールを確かに立ち飲みして帰りましたけど、ワインです飲むべきはね。 カタツムリまだ食べてないです。食べて食べて食べてきてほぼほぼパンしか食べてないですね。えほぼパン。こちらに写真がありますけどなんかおしゃれなサンドイッチ。ごまのセサミのついた中にチキンとトマトとこれうまいだろう。これねまあおいしくなくはなかったおいしめでしたけどおいしめおいしめおいしめこれ会場で買ったやつなんでそこまで飛び抜けて美味しくはなかったですけどこれがあの1 1ユーロでしたんで175円換算で2200円ぐらいですかね。高い。高い。はい。噴発しました昨日ちょっとしまですね。これ食べないと夜食べられないなと思って。なるほどなるほど。そんな高いの？わかりました。え今日はどこ行くってしたっけ？ね。今日はですねちょっと昼インタビューがメインなので、ああ。人参そのバジの方と人参ですね。あとまあ堀米選手のインタビューを取い夜はちょっと柔道に。はい。 あさんのインタビューねちょっと聞きたいね,、うん、ね、私、はい、たまたま明け方見てたわ、ねうん、びっくりしたわよ最後97点とかね、うん、私スケボー素人なのに急になんかすごい見入っちゃったわ、ねうん、あれも本当に最後のあの一発持っていくっていう,うあのメンタルと技術とね,ね本当にすごいですよねああの解説の方いいよね。 解説なのに、やべえ、かっけ、すげえ、暑いっすね、っていうのがね。まあ、その後ちゃんと解説してくださるんですけど。いや、ず、ずっとやべっつって言っていいですよね。うん、でもね、なんか、それがだんだん心地よくなってるのね、聞いて。なるほど。はい、わかりました。また明日もよろしくお願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。すみません。なるほど。はい、鈴木さん、お願いします。はい。 え今日はまず新聞赤旗日曜版の一面の記事からです。はい、見出しが国保に家計潰されるとあります。うんうん、え非正規労働者やフリーランス、うん、自営業者、高齢者などが加入する国民健康保険、うんえ、岸田政権の下で今でも高い国保料の値上げラッシュが起きているということで、うん、え今年度少なくとも全国626の自治体で値上げしたことが日本共産党政策委員会の調査では。うん なぜ、国保が、えー、料金が上がったかというとこの記事によりますと、はい、自民党、公明党が進めた都道府県化によるということです。うん、都道府県化ってどういうことかと言いますと、うん、国保料を軽減する自治体独自の取り組みというのがあったんですが、うん、それをやめさせて国保料の値上げを進めるための仕掛けなんだそうです。うん えー、そして国保料が上がった、で、例も出てるんですけれども。うん、妻とお子さん四人の六人家族の個人タクシー運転手の方。はい、年収が五百四十六万円に対して、国保料が百五点八万円ということです。はいうん、えー、国保料が高すぎて、えー、誰もが負担できる保険料にするべきですと訴えているということですね。うん、はい。はい、えっと、国民。 国国保って国民健康保険だああ前から俺も高いなあと思ってたんだけどなんか年取ってからなんかすごい値段が上がってるらしいってことを女房に言われたんだけども、はい、これ平均家庭だとこの。 教会憲法のははあるわけい会保険料だと、うんえー、この同じ年収、うん、同じ家族構成例えば給与年収400万円の4人世帯の場合は、はい、教会憲法だと20.4万円、はい、国保料だと、うん 2>, えー、2倍以上の53万円になるでなぜ国保料が高いのかというと、うんはい、健康保険と違って保険料の事業主の負担がないわけですね。 非正規や自営業の方なので、うんえー、事業主の負担がない、うん、で、えー、国保の加入者も、えー、農業や自営業を中心から今変化しています年金生活者や非正規労働者中心に変わったということで加入世帯の平均所得が大きく減っている一方で、うん、加入者の高齢化などで医療給付費は増大と。 それを賄う国保の負担が重くなっているということなんですね。いあ、俺はこ国,国民健康保険だけど、はい、この過程で見ると。え、四百万円の四人の場合だと、きょう。協会けんだと、二十点四万円。はい、ね、さっき言ったけど、これが国保だと、五十三万円。ね。だよね。二、はいうん、倍以上ということですね。五十三万円だよ。はい。もう。 とんでもないなと俺は思うんだけどさんこれ高すぎない僕だってもう会社員10年やってそのあフリーランスになってますからまさにこの保険料の増大っていうのはね送られてくる書面でまさに倍増ぐらいしているなっていう同じこの記事の中にありますけど国民皆保険制度なのに入っている保険によってなんでこんなに違うんだってそこの不平等性ってのはずっと言われてますけどねこの国民保険の。 ね、高さというのは、なんか毎回、しかもこれ、あれだよね、まあ、市町村がやってた独自策の軽減策に、まあまあ、圧力がかかって、もう、えー、だからここ値上げを進める都道府県かが。だから市によっては8万円から10万円の値上げの市もあるっていう話ですよね、えー、そうなんですね。はい 特に、うんえー、府内の保険料を統一した大阪では8万円から10万円値上げの市もあるということです。うん、い,やいやいやもうたこれもたもう国民負担率全部いろんなのあるけどもめちゃくちゃ高いのにこれが上がるっていう話ですよね、うん、これ。小島さんは何保険ですか？うん私は私協、うん、会憲法ですね。きょあ協会憲法。はい。あ<ー><人>それだったら会社を作っているとね。うん、とそうですね。うん 安くはないですけど、でもこれを見て、4人の子供を育てる奈良県のシングルマザーの方の例が出てて、これ、本当ひどいなと思うんですけど、この方はシングルマザーで非常に生活も苦しいと、低所得のため、国民年金保険料の全額免除を受けていると、結果、将来受け取る年金も減額になるわけですけど、しかし今年度の国保税は年7万円超。 で国保税を計算するときの基準所得がゼロであるにもかかわらず、この方は、にもかかわらず支払わなければならないとで、それがその国保税の均等割っていう仕組みで、まあ、1人当たり定額を国保加入者分負担するので、山田さん、シングルマザーで4人お子さんいらっしゃるんで、家族5人分をその基準所得ゼロなのに、7万円払わなくちゃいけない、もうどう考えてもおかしいですよね、これ。 今までもなんかまあ、高いなと思いながらもね、うん、払ってきたけどさまあつま一、あ、人によって金額が違うんだろうけども、はい、それがここに来てなんかこう上がるってわけだよね。これはちょえともうさっきの話じゃないけどもね平均保険料は今年度は まあ大体1万円ぐらいあの前と比べて上がってるもんね。ですね値上げ今年度は1万円くらい値上げになっている。でしかも、えー、国民健康保険料は、うんあの 家族の人数に応じてかける均等割というのがあるので会社員などが加入する健康保険は家族の人数が保険料に影響することはないんですが国保の場合は家族の人数が保険料に影響してしまうと。なので先ほど挙げました子ども4人の6人家族の個人タクシー運転手の方なんかはまさにお子さんが多いために保険料も高くなり。 で例が出てるんですけど4人の子供のうち3人は10代で食べ盛り、うん、毎日米6合を炊いていますが、はい、それでも足りない時もあると。 こんななんかね4人のお子さん育てるシングルマザーの方もそうですけど少子化でね子供を産み育てやすいなんか社会にとかって言ってるのに真逆じゃないですかこんな柔軟な働き方みたいな言われ方してまあその言われ方自体は僕別に納得はしないですけどまあそういう柔軟な働き方っていうのはまあ自分らにはフリーランスだったりあるいはいろいろ兼業したりまあそれでこう非,まあ非正規労働したりっていう方も多いと思うんですけどまあその柔軟な働き方っていうスローガンを出すのであればね じゃあそれに対してかなり保険料の非平等性みたいなものはやっっぱりもと考えななくちゃいいけですよね全国知事会や全国市長会などは公費投入国庫負担を増やし国保料を引き下げることを国に要望し続けているんでしょし続けているのになかなか通らないといところは国庫を払って病気になっちゃう人いるんじゃない

高値になっていて9月までは需給逼迫というニュースですとか、はいはい、朝日新聞え青森県むつ市へ核燃料搬入容認、うん、財政難頼った原発マネー、うん、えそれから毎日新聞防衛費さらなる増額圧力概算要求基準、うん、閣議了解されました、うん、えそして最後毎日新聞では、うん、え24日からの大雨に伴う水害に襲われた秋田山形両,両,両県の被災地では今 深刻な断水に直面しているということで、うん、一部では停電も発生している仮復旧のめどすら立たない、うんうん、こういった記事をご紹介しましまたはいはいさあ、今日も始めましょう。